はい、どうも、今回はオレカに行ってきたので、その成果を発表したいと思います。その前にこちらの動画をどうぞ。佐渡城なんだこれ。ということで、成果を発表します。まず、どどんあ、かまいたち間違えた。おプチクラブのレベル10、ついにレベル10です。出ましたね、スライム。出ました、スライム。これ便利なんでしょ。うん、あの、オレカバトラー定番のスライム気取り。この結構あの赤プリで結構強く、これ攻撃力を上げれば意外に強くなるんじゃないかと思います。そしてアクアマスターの称号がついてる猿石、超レアアイテムじゃね、超レアモンスターです。これは将来的には何になるんですか。なんだっけ、あのなんとか大勢孫悟空になります。今日戦ったよね。そうそう、めちゃくちゃ強いやつでしょ。うん、ね、あの水族パワーを借りてもダメだったっていう。そうですか。あ、合体のレシピとかないですね。ないですか。あ、でもあの猿石のゲット方法は、はい、あの孫悟空系、あ、石猿は除きます。その孫悟空系が稀に落とす捕獲したようが出てくるものです。そうですか。はい、ではです。それでは動画を始めてください。サルイシさよなら。さよなら。